皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間陽介がナビゲーターを務めます。今朝までこちら東京新宿にあるシタディーン新宿東京というホテルに泊まっていまして、本日はこれからなんと次宿として初めてですね、山梨の方のホテルに泊まりに行く予定となっています。ちょっとまだアクセス調べてないんですけども、おそらくローカルの電車で向かっていくことになると思います。今チェックアウトしまして、これから電車で向かっていきたいと思います。甲府駅は、新宿駅から一駅で行けるみたいですので、結構アクセスも良さそうです。甲府に到着しました。新宿駅からカイジーという特急列車に乗ってだいたい1時間30分ぐらいでしたね。今回のホテルは甲府駅から歩いて向かいますので、早速行ってみたいと思います。ホテルに到着しました。甲府城の跡地のすぐ近くにあるというかなりユニークなホテルになっています。早速中に入ってチェックインしていきたいと思います。本日泊まりに来た城のホテル甲府は、2020年6月にオープンした甲府城のど真ん中に佇むホテルです。ホテル内の天然温泉から霊峰富士と甲府城下町を一望することができます。またラウンジでは甲州ワインのテイスティングができます。今回は2月16日火曜日にチェックインしまして、翌日17日水曜日にチェックアウト予定となっています。一休を使って予約しまして、元料金が9000円、そこから各種割引により450円が引かれまして、支払い料金は8550円となります。所在地は山梨県甲府市丸の内、アクセスは甲府駅から徒歩1分となります。13階に上がってきました。こちらですね、天然温泉の入り口があるんですけども、それと別でこのように山梨の歴史について解説されたボードであったりとか、あとこういった所蔵品ですね。なんか本当に博物館みたいで、甲府の歴史を理解するのにとってもいい空間になっています。じゃあ奥にもこのような感じですね。そしてこちらのフロアの一番奥が展望デッキになってまして、普段出ることができるみたいなんですけども、ちょっと今日は強風の影響で出れないみたいでちょっと残念なんですけども、ただ景色としてはこのように甲府の街並みを一望することができます。とってもいい空間ですね。7階に上がってきました。本日は701号室というお部屋ですね。早速見つけました。こちらの手前側のお部屋です。はい、お部屋に到着しました。本日のお部屋はこういったお部屋です。コンパクトでスタイリッシュなお部屋ですよね。今日はですね、ダブルベッドになりまして、このような広々としたベッドですね。ベッド横の人形がすごく可愛いですね。ネズミとか馬とかだるまとか、そういったデザインのものになっています。館内着なんですけども、こちら廊下に置かれていて、自分のサイズに合うものを取ってくるような感じになっています。デザインはすべて一緒で、こういった上下分かれたタイプで、生地感もすごくしっかりしたものになります。こちらのホテルは天然温泉がありますので、その温泉に行くときはこちらを来て行くことができます。そして景色ですね。このような景色になっています。もう目の前は山々ですね。甲府は盆地になっていますので、もうどこを見渡しても山になっています。そして目の前は駅ですね。本当に駅近でアクセスのいいホテルになっています。あとちょっと映らないかな。そうですね、映らないんですけども、すぐ横に甲府城の跡地がありますので、こちらもまあ時間見つけて行ってみたいなと思います。はい、でベッドの横がデスクになってまして、このような感じですね。こちらが冷蔵庫ですかね。はい、このような冷蔵庫になっています。そしてその横にコップ類ですね。このような普通のグラスと、あとおしゃれなコップがありますね。飲み物はほうじ茶と煎茶と2種類あります。そしてその下に電子ケトルがあるような感じですね。でテレビについてはこんな感じですね。まあ基本的なホテル情報であったりとか、あと YouTube とかこのビデオ系のサービスも見ることができるみたいですね。あとコインランドリーの使用状況であったりとか、特徴的なのがこの山梨ワインとテイスティングっていう項目がありまして、こちらのホテル、まあ甲府っていうとワイン有名だと思うんですけども、ホテルの1階のロビーのところでワインを飲むことができるんですね。でこちらについてはちょっと有料にはなっちゃうんですけども、
ワインサーバーがありまして、本当に本格的なワインを楽しむことができるといった感じになっています。あとはフリードリンクのサービスとかもありますので、ラウンジでのサービスはすごく充実していると思います。そしてアメニティですね。フロント横にアメニティの棚がありまして、そこから好きなものを取ってこれるような感じになっていまして、例えばこのマッサージオイルといったものですね、これ2つ持ってきました。他にはちょっと最近冬で乾燥しがちなので、このボディークリームですね、シアのものですね、持ってきました。あとパックですね、このようなものを2つ取ってきましたという感じで、かなり美容系のアメニティが充実してるなといった印象を受けました。他にもいろいろありましたね。ドリンクとかもたくさんありましたし、すごく充実してるなと思います。あとですね、水についてはこちらのお部屋に置かれているものがありまして、こちら無料で飲むことができます。はい、そんな感じですね。で、水回り見ていきたいと思います。水回りはお部屋に入って右手になります。こちらですね。はい、こんな感じですね。洗面台はかなりコンパクトな作りになってますね。余分なスペースがあんまないので、自分のものとか置けないかなといった印象ですね。そしてこちらが歯ブラシ、シェーバー、ヘアブラシ、ボディスポンジといった感じですね。このような袋もありますので、温泉に行くときはこちらで持ち歩くことができると思います。そしてその横にドライヤーがありますね。浴槽はかなりユニークな作りですね。丸いタイプの感じになっています。まあ、あくまで温泉の方がメインではありますので、こちらのお部屋の方はサブ的な位置づけになるかなといった印象ですね。深さはまあまああるかなといった印象であるんですけど、縦幅がそんなにない浴槽になっています。シャンプー類はシャンプー、コンディショナー、ボディシャンプーと3種類揃っています。そんな感じですね。最後にお部屋に入って左手ですね、こちらハンガーがありますので洋服をかけることができます。その下にスリッパであったりとか、あと靴べら、外用のスリッパについては別途こういったしっかりとした感じのおしゃれなものがありますのでいいですね。1階のラウンジでフリードリンクのサービスがありますので、ちょっと休憩がてら飲んで、その後甲府城の跡地軽く散歩してみたいと思います。1階のラウンジに行きました。こちらでは甲州ワインを楽しむことができます。このようにカードキーを入れてセルフで飲めます。ソフトドリンクも充実していまして、今回はお茶と、あとオレンジジュースですね、取ってきました。オレンジジュースはさっぱりしていて飲みやすかったです。お茶は桑の葉茶というお茶でして、イメージで言うと京都の抹茶のアイス版みたいな感じで美味しかったです。甲府城は日本百名城の一つとなっていまして、城跡の一部が舞鶴城公園として開放されています。天守台からは甲府盆地を360度を見渡すことができます。また桜の名所としても有名で、春になると約160本の桜が咲きます。甲府城跡に到着しました。いくつか門があるんですけども、後ろにあるのが内松影門というところでして、こちらから中に入っていきたいと思います。結構一段一段が急で高さもありますね。この辺一帯を一周すると、まあ、10分20分ぐらいは普通にかかりそうかなといった印象ですね。この石垣とかすごいですね。甲府城は1582年に豊臣秀吉配下の有名大名が関東の徳川家康に対抗するために、その重要な戦略拠点としてこちらを築城を始めたみたいでして、その後1727年かなに火災で焼失してしまって、まあ、そのまま建て直すことなく現在に至るみたいですね。で、今はこの舞鶴城公園という名前で一般に開放されています。今登ってたところが天守台というところで、この甲府城跡で一番高いところになります。景色もとっても綺麗でしたね。甲府市街を一望することができます。ちょっと上にいるとあんまり風で声が入らないので降りてきたんですけども、晴れてる日だと富士山とかも一望することができますね。今回も見ることができました。甲府城跡は雄大でめちゃくちゃ良かったです。ただちょっと体がもう冷え冷えなので、一旦温泉入っていきたいと思います。ホテル最上階に露天風呂付きの天然温泉があります。展望露天風呂からは甲府盆地を一望できます。またヒストリアラウンジ湯殿では甲府の歴史を学ぶことができます。温泉入ってきました。コンパクトであるんですけども、見晴らしが良くてとっても気持ちよく入ることができました。もう夕方になったので、これから夜ご飯食べに行きたいと思うんですけども、甲府なのでせっかくなので、まあ、ほうとうとかですかねのお店探していこうと思います。
小作甲府駅前店に行きました。店内は多くのお客さんでにぎわっています。ほうとうの名店となっていまして、今回は豚肉ほうとうというメニューを注文しました。これが丼を目の前にするとめちゃくちゃ大きくてびっくりしましたね。豚肉、そして続いて麺ですね。久々に食べたんですけども、もっちもちで美味しかったです。こちらのほうとうはかなり具沢山なのが特徴となっていまして、こちらがじゃがいもですね。熱々です。続いてかぼちゃなんですけども、こちらが異様にでかくて印象に残っています。ごちそうさまでした。おはようございます。今回は朝食付きのプランで予約してますので、これから朝ごはん食べに行きたいと思います。1階にあるレストランに行きました。スタイリッシュなインテリアですね。和食中心のビュッフェとなっていまして、例えば目玉焼き、唐揚げ、厚焼き卵、ほうれん草など本当に様々ですね。こちらがご飯、味噌汁です。デザートもフルーツ、ケーキなど様々です。とっても美味しそうですね。ちょっと取りすぎちゃったかもしれません。ドリンクからいただきまして、こちらがお味噌汁ですね。ちょっとマイクの不具合で音が雑音入っちゃったので、無音でお楽しみください。はい、こちらがマリネ。ご飯にはとろろをかけていただきます。ご飯にかけるものがたくさんあったので、そこが良かったですね。そしてなんと2日連続のほうとうになります。私は昨日食べちゃってたんですけども、ホテルの朝食でこういった地元を感じられるメニューがあるのはいいポイントかなと思います。本当にいろんなメニューがあっていい朝食になりました。ごちそうさまです。はい、というわけで今回は城のホテル甲府に泊まりに来ました。プライベートでは何回か来てたかと思うんですけども、次宿として山梨の宿をご紹介するのは初めてとなりましたね。総合評価として今回 4.0 という高い点数をつけています。項目別に見ても全体的に評価が高く、全て 4.0 をつけています。特徴的なところ触れていきたいなと思うんですけども、まずお風呂ですね。都市型ホテルでありながら天然温泉になっています。露天風呂もありますし、サウナもありますので、ゆっくりと休むことができます。特に露天風呂からの夜の景色も最高ですね。甲府の夜景を一望することができますので、ぜひお楽しみください。あとはですね、ご飯ですね。こちら今回朝食付きのプランで予約してますので、ご飯も食べてきたんですけども、すごく良かったですね。特にまあ品目が多くて健康的なご飯だったなといった印象ですね。あとはほうとうとか、そういった現地を感じられる料理があったのも良かったです。まあ、そういったところもあって 4.0 をつけました。最後にですね、館内設備 4.0 をつけています。もう1階のラウンジがとっても快適でしたね。コンセントもありましたので、お仕事の利用とかにも使えると思いますし、あと15時から24時の間はフリードリンクサービスといった形で、ソフトドリンクとか、あとコーヒーとか飲み放題ですので、本当に充実していました。あとお酒飲める方にとってはワインサービスみたいなのもありますので、まあ、500円ぐらいからワンコインで飲めるので、そういったところも利用されるといいんじゃないかなと思います。あと温泉前13階のところですねに、甲府の歴史を知れるようなボードがあったりとか、あとはまあ、そう貯蔵品みたいな感じでプチ博物館みたいな感じになっていますので、そういったところも楽しめるんじゃないかなと思いますので、本当に素晴らしいホテルだなと感じました。まあ、甲府の方にお越しの際はぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。